契約解除できてよかった。代わりにこの家をリフォームできる。とりあえず迎えに行くか。今からなら夜には間に合う。よし、そうと決まれば出発だ。ユリカの車じゃないか。え、なんで、なんでいるんだ。お父さんに怒られちゃったな。まあ、とりあえず話し合うか。もう私、疲れちゃった。私も疲れた。それにしてもお母さん、お父さんのこと心配してたね。確かに。違うわよ、ちょっと気になっただけ。変なこと言わないでよ。それを心配してるって言うんだよ。三人とも帰ってきたのか。ちょうどよかった。大事な話があるんだ。ところでお父さん、お母さん、怒ってなかったか。家を出たことに関して怒ってたよ。そうか、俺の愛しの妻と娘よ。よく帰ってきてくれた。嬉しいからって調子乗って抱きついたりしないでよね。そうよ、変態親父。私の娘に何するつもり。ぐ、はい、すみません。ああ、とにかく話があるんだ。ええ、また何か買ったの。そんな話じゃないよ。それで大事な話って。私たちは今後の話をするために帰ってきたんだけど、問題解決したの？ああ、そうだよ。実はあの建物の購入、本当はできなかったらしい。この家のローンが20年以上残ってるから契約の審査に通らなかった。そりゃそうでしょうね。それで賃貸の方はどうなるの？もしかして解約しちゃうの？ええ、彼氏と秘密の隠れ家にしようと思ってるのに。それは大丈夫、あの家は継続して借りられるから。はい、後で話があるからな。あと、この家をリフォームすることになる。近いうちに見積もりに来るから、どうするかまた考えよう。リフォームするの？それならいろいろ考えなきゃね。それで代わりの家は？あのマンションだと4人は厳しいと思う。それなら大丈夫だ、家は用意してある。今から行こうか。また嫌な予感。まあでもさすがに大丈夫か。よし、行こう。ちょっと、どこに止めてるの？ここだよ、敷地内だから問題ない。着いてからのお楽しみだ。その家はお父さんの元不倫現場。やあ、